コスモバルクは日本の競争馬、地方競馬の北海道競馬に所属しながら、中央競馬や日本国外のレースに挑戦を続け、2006年のシンガポール航空インターナショナルカップを制したほか、日本中央競馬界の重賞を参照し、2004年の中央競馬クラシック3冠レース全てに出走した。同映のエースと呼ばれる。 北海道三井市郡三井市町にある、鹿野牧場で誕生した。本場の父、ザグレブはそれまで目立った産区を出せずに生まれ故郷のアイルランドに再輸出されており、兄弟にも活躍した馬はいなかった。売れるまでには、時間がかかり、結局400万円の安値で、岡田茂之によって購入され、夫人の岡田美佐子名義での所有となった。その後、2003年に、 北海道競馬がスタートさせた認定厩舎制度の適用第1号馬となり、田辺和則厩舎の所属となった。通常、競争馬は主催者が管理する競馬場やトレーニングセンターで調教を行い、レースに出走させる。これに対し、その調教を民間の施設で行い、レース当日に直接競馬場に入ることができるようにしたものが本制度である。 2003年7月に北海道競馬が、調教施設などが充実している、産地民間施設の活性化や馬房数の実質的拡大による競争馬数の確保を図るという趣旨でスタートさせた。2006年3月からは南関東公営競馬でも同制度がスタートし、堺共同トレーニングセンターや地方競馬共用センターなどが認定されている。 2003年8月にフレッシュチャレンジでデビューし2着となった。続くアタックチャレンジで初勝利を挙げ、その後の2戦を1着2着と前線する。11月に東京競馬場で行われた百日走特別が JRA での初戦となった。岡田茂之は北海道競馬のリーディングジョッキーである五十嵐冬樹を騎手に起用した。 目立った実績もなく芝のレースが、初めての本場は、単勝オッズ65.2倍の9番人気と、全く人気がなかったが、レースでは交渉面で先頭に立つと、単勝オッズ1.2倍の支持を受けていた、ハイヤーゲームの追撃を問題にせず押し切り、コースレコードタイムで勝ちを収めた。後に、いがらは、馬に乗った感触が良かったので、500万下ぐらいなら、 勝てると思ったと述べている。続くラジオパ波イ2歳ステークスでは、北海道から阪神競馬場までの長距離輸送が不安視されたものの、第1コーナー過ぎから逃げてレースを作ると、最後の直線ではミスティックエイジを差し返して重賞初制覇を飾った。春ラジオパ波イ2歳ステークスを制した時点で、収得賞金は2200万円に達した。 この学は、例年の JRA 所属の馬であれば確実に、クラシック出走が可能となるものである。しかし本馬は、地方競馬所属のため、サツキ賞に出走するには、トライアル競争で、優先出走権を獲得する必要があった。そのためトライアル競争の一つである3月の、弥生賞に出走し、逃げ粘る名称ボーラーをかわして勝利し、重賞2勝目を挙げる。 それと共に、サツキ賞の優先出走権を獲得した。サツキ賞では、単勝2.4倍と、JRA の競争では、自身初の一番人気に押された。レースでは、大外18番枠から進み、最後の直線でも鋭く伸びたが、先行した大和メジャーを捉えきれず2着に敗れた。岡田茂幸は、バルクが負けるとしたら、勝つのは、 大はメジャーかもしれないと述べていたという。しかし4着以内に与えられる東京優秀の出走権は獲得した。日本ダービーでは単勝1番人気は NHK マイルカップをレースレコードで勝利したキングカメハメハに譲ったものの2番人気に支持された。レースでは最初の600メートルを34秒4、1000メートルを57秒6と、 当日の高速馬場を考慮しても速いペースで逃げた、マイメルマクロスを追いかける形になった。本馬は4コーナーで先頭に立つも、直線では余地からなく、勝利したキングカメハメハから1.2秒差の発着に終わった。この頃から、安城が抑えても無理に前に行きたがる、かかり癖が見られるようになる。秋引く冬夏場は、休養に当て、 日本ダービー以来となる3ヶ月ぶりの復帰戦は、久々の地元北海道競馬での出走となる、北海優秀であった。17日後に出走予定のセントライト記念で3着以内に、入って、優先出走権を獲得しなければ菊花賞に、出走できないため、馬体重プラス 18kg という余力残しでの、出走となった。得意ではないダートだったこともあり、 苦しいレースとなったが、最後は1、2馬審査で勝利し、単勝1.0倍の断然人気に応えた。続く、セントライト記念では、他に、重症勝ち馬がおらず、前走で増えた馬体を 12kg 絞っての出走となり、単勝1.3倍の一番人気となった。レースでは15頭立ての13番ワークという、 外枠だったこともあり、前に壁を作れずにかかってしまい、2コーナーで先頭に立つことになった。しかしその後は落ち着いて、レースを進め、直線で差を詰めたホーキパウェーブを、首差しリゾケ2分10秒1の日本レコードで勝利し、重傷3勝目をマークするとともに、喫下賞の出走権を獲得した。クラシック最終戦の喫下賞では、ハーツクライに次ぐ、 単勝2番人気に支持された。スタート直後は5から6番手につけたが、3コーナーの下り坂で外から上がってきた、モエレールコンドルに被せられるとかかって先頭に立ってしまう。その後はゆったりとレースを進め、2周目4コーナーでスパートをかけるが、一緒に上がってきたデルタブルースにかわされ、点三秒差の四着に敗れる。ここまで、 地方所属の身で、中央競馬の三冠レースを解禁したが、クラシック制覇の夢は叶わなかった。続く、ジャパンカップでは、主戦機種のいがらに代わり、フランスのクリストフルメールを安城に迎えた。陣営はかかり癖を解消するため、リングハミに変えて臨んだ。逃げるマグナーテンの直後につけ、かかるところも見せず最後の直線に入ると、 勝利したゼンノロブロイにはバシンを呼ばなかったが、一旦交わされたポリシーメーカーを差し返し、デルタブルースの追撃もしのいで二着に入った。その後は長距離移動の繰り返しによる疲労などが考慮され、北海道には戻らず、大池競馬場に滞在して調整された。迎えた有馬記念ではイガラシに、タズナが戻るが、タップダンスシチートゼンノロブロイが作る。 緩みのないペースについていけず、見せ場なく、前ノロブロイから1秒差の11着に終わり、2004年の GI 制覇はならなかった。前年に続き中央の G1 挑戦を続ける本、馬であったが、出走条件が緩和されたわけではなかった。2005年当時、地方馬が特定の GI、J プニー競争に出走するためには、2着以内に入る。 必要があるステップ競争の出走が必須であった。天皇賞出走を目指すには、日経賞の出走が必要だったため、五ラ嵐に代わり、新たに同じ北海道競馬の地罰大師が起用され、単賞一番人気で挑んだ。しかし、ここでも、前述のかかり癖が出てしまい、戦闘で直線を迎えたものの、坂を登り切ったところで力尽き雪の山ロイヤルの六着に、敗れ。 天皇賞への道は閉ざされた。その後は国内に適当なレースがないため海外に活路を求め、この年から国際レースに指定された香港のチャンピオンズマイルに出走した。地方所属馬による海外 G1 競争への出走は、同年ドバイワールドカップのアジュディミツオーに続いて2投目に当たった。レースでは、 直線で失速し、翌年も同競争を静止連覇することとなるブリッシュラックから1.7秒差の10着と大敗を喫した。続く宝塚記念では馬体重16キロ減で臨んだ上、パドックで右前足を落鉄するトラブルに見舞われる。レースでは逃げるもタップダンスシチーに4コーナーで外から並びかけられると差し返す力は残っておらず、 スイープ投票の12着に終わる。天皇賞出走のためには2着以内に入らなければ、ならない毎日王冠では、安藤勝美を初めて安城に迎えた。レースではかかり気味に3コーナー手前で先頭に立つが、直線で伸びず11着に敗れる。その後は、天皇賞と異なり、JRA が別に定める基準で選定されれば、出走可能なジャパンカップへ直行した。 同競争では、ミルコ・デムーロとの新コンビで出走する予定だったが、デムーロの落馬負傷で、ダビボニアに乗り換わる。タップダンスシチーの作るハイペースを4番手で追走するが、見せ場は作れず、勝利したアルカセットから1.4秒差の14着に、敗れた。ただ前年より早いタイムで走っていたことから、田辺は、 バルクの復活の手応えを感じたと後に語っている。この年は誤選して一度も掲示板に乗れずに第50回有馬記念を迎えることになった。1年ぶりにいがらが起乗するが単勝85.3倍の10番人気という低評価であった。 だがスタートから折り合いをつけて3番手を追走すると、宝塚記念とは逆に、逃げたタップダンスシチーを4コーナーで捉える。その後も、最後まで見せ場を作り、勝利した、ハーツくらいから0.5秒差の4着と検討した。春初戦は、前年に引き続き天皇賞出走を目指し、日経賞を選んだ。前奏で、復活の兆しが見えたこともあり、 有馬記念で三着だったリンカーンに次ぐ、単勝二番人気に支持される。スタートから一周目の直線まではかかるところを見せた。ものの、逃げる、同場種のコスモ・オースティンの二番手につけ最後の直線を、迎えた。だが直線で前が詰まった影響もあってか、そのコスモ・オースティンもかわせず発着に敗れ、天皇賞の出走権を逃した。前年同様、 国内に適当なレースがないため、サツキ賞以来2年ぶりの2000メートルのレースとなる、シンガポール航空インターナショナルカップに出走した。この年は、同競争が対象レースに組み込まれている、ワールドレーシングチャンピオンシップが中止され、海外から競合が遠征してこなかったこともあり、出走馬13頭中、レーティングは2番目と現地での評価も高く、 単六6.8倍の3番人気に支持された。一番枠からスタートし、逃げた一番人気のビルームビルームの2番手につけると、1コーナーあたりでは、いつものように少しかかったが、その後は折り合った。4コーナーで少し外に持ち出し、直線は、ババの真ん中を通って、残り200メートル付近で抜け出し、内から差を詰めたボーマン、エスクロッシング、外から差してきた。 キングキングを退け、一場身三四差で勝利した。安城の五十嵐は、右手で大きく、ガッツポーズを行った。セントライト記念以来、1年8ヶ月ぶりの勝利を、悲願の GI 初勝利で飾り、地方所属場による、史上初の海外 G1 と、芝 GI の制覇を達成した。その後の出国検疫の際、 入国時に採血した血液が、ウマピロプラズマという伝染病の陰性反応を確認できず、5月18日に予定していた帰国が延期されたが、再検査の結果、陰性と判明し無事帰国した。日程次第では出走できない可能性のあった宝塚記念には、帰国後、北海道には戻らず、京都競馬場に直接入ることで出走にこぎつけた。しかし、 シンガポールで一週間足止めをされた影響からか、バタ移住は前走からマイナス1 0ラムとなった。単勝3番人気に支持されたレースでは5番手あたりを追走するが、勝利したディープインパクトに4コーナーで外からかわされるとついて、いけず直線でも伸びず発着に敗れた。秋引く冬続く札幌日経オープンは、 JRA の競争では初めて地元北海道での出走となった。オープンクラスの別停戦のため、負担重量が6 2ラムという過酷な条件となり、また起乗予定だった五十嵐が、レース当日に落馬負傷したため急遽、竹幸志郎に乗り換わりとなった。それでも、単勝一番人気に支持され、レースでは一周目のスタンド前で先頭に立ち、 最後の直線も、戦闘で迎えたが、東昇ナイトに交わされて4馬審査の2着に敗れた。勝利した、東昇ナイトの負担重量は、コスモバルクより6キログラム、軽い56キログラムで、天皇賞を目指して3週間後に出走する、オールカマーの前哨戦であったので、陣営のコメントは、今日はすべて禁量手応え十分などと、前向きなものであった。 そのオールカマーでは、中段やや後方からレースを進め、馬群の中で気負うところも見られたが、直線では内ラ地沿いを鋭く伸びて、バランスオブゲームの花さの2着に入り、2着以内に与えられる天皇賞の出走権を獲得した。天皇賞では、単勝3番人気に支持された。レースでは前半は、 中段よりやや前の6番手で折り合い、直線で追い出しを図るとやや苦しがる素振りを見せながらも、3着に入ったアドマイアムーンと一緒に伸びてきた。しかし、前を行く、ダイワメジャーラを捉えきれず、0.3秒差の4着に、敗れた。続く、ジャパンカップでは、ディープインパクトハーツクライなどの競合が揃い、単勝6番人気と評価を下げる。レースでは、 久々の逃げを打つと、スローペースに持ち込み、最後の直線でも粘って4着に入った。その後は、第51回、有馬記念に出走し、中段の9番手あたりを追走したが直線では、手応えがなく、11着と大敗した。なおレース後の12月27日、大井競馬場の招きで、東京大賞店当日の道場パドックに姿を、見せた。 春2007年は、産経大阪杯から指導し、前年の2冠馬、名将サムソンと共に負担重量 59kg での出走となった。レースでは4から5番手を先行したが、勝利した名将サムソンに4コーナーで外から、かわされると、直線でも伸びをかき発着に敗れた。その後、シンガポール航空インターナショナルカップの連覇を狙い、日本から、 シャドウゲートとともに出走。レースではスタートから先頭集団に加わり、道中は2番手からレースを進める。3コーナーあたりで、シャドウゲートとともに先頭に並びかけ、日本馬2頭が抜け出して、先頭を争う形となるが、直線では、シャドウゲートが抜け出しそのまま勝利した。本馬は、一旦4番手に下がりながらも、しぶとく差し返して、 シャドウゲートに市場身一、四差の二着に入り、日本馬によるワンツー決着となった。なお、日本馬による海外 G1 のワンツー決着は、2002年のクイーンエリザベス2世カップ、2006年のメルボルンカップ以来、三度目のことであった。前年はシンガポールでの出国検疫により帰国が一週間、遅れたが、問題なく帰国し、順調に調整されて、 第48回宝塚記念に出走した。レースでは離れた6から7番手を追走し、4コーナーでは先頭集団に取り付いたが直線で後退した。デビュー以来最も離された2.8秒差の11着に敗れた。秋引く冬宝塚記念の後は秋への指導に向けてビッグレッドファームで休養していたが、 8月に発生した、馬インフルエンザの影響により、地方馬が、中央競馬の施設を利用できなくなってしまった。そこで、9月13日には3年ぶりに、地元北海道競馬での競争となる、水保証に出走した。レースでは2番手を先行したが、得意ではないダートで伸びを欠き、3着に敗れた。9月末の時点では依然として、地方馬が、 中央競馬の競争に出走できなかったため、地方競馬で唯一の芝コースを求めて森岡競馬場で行われたオロカップに出走した。出走馬12頭すべてが中央競馬の芝コースでの競争に出走経験があるものの実績は本馬が抜きん出ていたことに加え、負担重症は定量であり、単焦1.1倍の一番人気となった。レースでは、 スタート後の1コーナーでは3番手、交渉面では2番手と徐々にポジションを上げていくと4、コーナーで外に膨れたものの、直線の坂を登りきると後続を突き放し、4馬審査で勝利した。その後に目標としていたのは天皇賞であったが、この時期になっても地方馬の中央競馬への出走は原則として不可能であった。しかし、同競争と同じ週より行われた、 指定競争に限り、特例として出走が可能となった。こうして出走した第136回天皇賞では、単勝11番人気の低評価であったが、3番枠から、まずまずのスタートを切ると逃げを打ち、直線でも粘り5着に入った。陣営の意向により騎手が、松岡正会に変わり、迎えた第27回ジャパンカップでは、 陣営のリクエスト通り逃げずに2番手からレースを進めたが、直線で後退し13着に敗れた。ジャパンカップの後は、ビッグレッドファーム名和に戻り調整が進められ、続く第52回、有馬記念では5から6番手の行為につけるも、直線では後退し10着に敗れた。2008年の初戦は、日経賞となり、道中は、 先頭から離れた3番手を追走し、直線に向くと後続にかわされはするものの、しぶとく粘り4着に入った。出走登録を行っていたシンガポール航空インターナショナルカップには、4月4日に選出場となり、招待を受諾したことが発表されて3年連続で出走することになった。しかし、同じく同競争に選出されていた。 JRA 所属場のシャドウゲートとタスカータソルテが日本とシンガポール政府間の衛星条件に関する協議の結果遠征不可能となり単独で5月10日に出国した。そして迎えた同競争ではスタートで出遅れたため後方からレースを進め最後の直線ではしぶとく足を伸ばしたものの前には届かず6着だった。帰国後は 北海道に戻らずビッグレッドファームホコタトレーニングセンターで3週間の着地検査を受けた後に宝塚記念へ出走する予定であったが、6月16日に左前波行のため回避することが発表され、宝塚記念への4年連続出走はならなかった。また、その後の精密検査で2カ所の剥離骨折が判明し、6月24日に骨片の除去手術を行い、 デビュー以来初めての長期休養に入った。半年ぶりの復帰戦は5年連続の出走となるジャパンカップになり大外枠から2番手を追走したが17着と出走が中彩会に敗れた。その後有馬記念にも出走したが11着に終わった。なお5年連続の有馬記念参戦は スピードシンボリメジロファントムナイスネイチャーと並ぶ最多対記録である。8歳を迎えた2009年の初戦は4度目の出走となる日経賞でデビュー2年目の三浦高生を安城に迎えたが結果は11着であった。続く天皇賞春では幸い秀明とのコンビで出走。 道中は4番手でレースを進めるも3コーナー付近で後退し、16着に敗れた。宝塚記念では、津村秋秀とのコンビで大逃げを試みるものの、粘り切れず13着と大敗した。地方競馬では引き続き期待され、森岡競馬場で行われた、赤霊賞では、単勝オッズ1.3倍の支持を受けたが、不良馬場の中2周目第3コーナー過ぎからまくりを。 仕掛けたコスモバシュランに7バシン離された2着に敗れた。その後出走したオロカップでは終始4番手を追走し、最後の直線でボスアミゴイカを外から差し切り、2年前の同競争以来の勝利を飾ったが、これが最後の勝利ともなった。天皇賞秋では再び松岡司会とのコンビで出走するも14着と大敗した。 6年連続での出走となった、ジャパンカップでは2年前の天皇賞、秋以来のコンビとなる、いガラシ・フユキを安城に迎えたが、終始後方のまま12着と惨敗した。そして新記録となる、6年連続出走となった、有馬記念では10着に終わり、レース後には、バッシュサイドから、日本国内での現役続行断念と海外への移籍を表明した。二0 1年三月に、 日本を出国し、アイルランドで活動する、日本人調教師の小玉隆史社で現役を続けることになった。レパーズタウン競馬場を本拠とし、6月の準重勝を目標としていたが、出国を前にしての調整中に、左講師を剥離骨折したため、関係者が競技の末、遺跡を断念し引退することとなった。5月4日に、門別競馬場で、 引退式が行われ、2867人の動員レコードを記録した。また9月20日には、札幌競馬場に来場し、中央競馬のファンにも姿を見せた。なお、地方競馬全国協会の競争馬登録が抹消されたのは、翌2011年4月1日付である。北海道、ニーカップのビッグレッドファームで、功労馬として、予選を送っていたが、 引退の直接の原因となった骨折が感知すると、2011年に、入り再び、アイルランドでの現役復帰を目指す話が浮上し、同年2月末より、本格的な調教を再開。5月5日に、自らの名前を冠した、新設重症コスモバルク記念の開催に際し、門別競馬場に来場。パドックを周回した。同時に行われた、 トークショーに出演した岡田は、現役復帰プランに言及。すでに出国の予定を組んでいるが、実際に挑戦するかは5月10日の追い切りを見て、判断するとした。実際には5月7日に追い切りを行い、5月9日に、正式に遠征することを明らかにした。6月1日に出国し、小玉高し級舎を拠点に、秋まで滞在する予定であったが、 8月12日になって、右前足に、屈腱炎と見られる故障が発覚したため、レースへの出走を断念した。この怪我により現役復帰は断念され帰国。再び、ビッグレッドファームで、功労馬となる。本馬は、地方競馬所属のため、中央競馬の GI 競争へ出走するには、トライアル競争やステップ競争で上位に入賞し、 出走権を獲得する必要があった。2005年春には、日経賞で、天皇賞の出走権を獲得できなかった場合に、中央競馬へ移籍することが検討されたが、結局実行には移されなかった。2007年からは、日本国外の国際 G1 競争、または、地方競馬の交流 J プニー競争の優勝馬は、ステップ競争を経なくても、 中央所属馬を含めた出走決定順位が上位であれば出走できることとなった。したがって2006年に国際 G1 競争であるシンガポール航空インターナショナルカップに勝利した本馬はこの新しいルールに該当し2006年までよりは楽なローテーションで GI 競争に出走可能となっている。成績が低迷した2009年は ステップ競争に別途定められた出走資格を満たせずオールカマーに出走できなかった。そうした状況で出走を表明したジャパンカップでは出走決定順位が本場よりもおかいだった有力場の出走が危ぶまれる事態となった。競馬評論家の安倍光太郎と水上学は自身のブログやコラムにおいて本場を引き合いに出し出走決定順位の決め方についての批判を 展開した。2003年100日総特別での初起乗以来、主な勝利は、五十嵐冬樹が起乗してあげたものだが、2004年のジャパンカップ以降はしばしば騎手が交代した。折り合いを書いて破れた、日本ダービーのレース後には、岡田茂行が五十嵐の起乗に対して、批判を行った。岡田は2010年の引退式の挨拶で、五十嵐について、 無理な注文を言って、プレッシャーをかけてしまったと述べている。2005年は、北海道競馬所属の千葉津大志が参戦に渡り、起場した。この時岡田は、地方競馬のいろいろな人にチャンスを与えたいとの意向を示していたが、千葉は、結果を残せず、以降いがらしを除く、地方競馬所属機種の帰場は、2009年に、小林敏彦が、 森岡競馬で起乗するまで実現しなかった。2007年のジャパンカップでは、五十嵐に代わり JRA の松岡司会を起用することが、陣営から発表され、11月14日のスポーツ新聞各紙で報道された。陣営はその理由として、今後、JRA の競争に出走する上で、本場の習得賞金が十分とは言えない状況や、 逃げる競馬では、G1 を勝つのは難しいことを挙げており、結果を出せていない五十嵐から、JRA の芝でのレース経験が豊富な松岡に交代するとした。天皇賞の際、直線で寄れた、起乗内容が理由ではない、としている。松岡とのコンビは2008年末まで続いたが、レースに勝つことはできなかった。本売前に、地方競馬所属のまま、 JRA の GI を制覇した馬は1999年、フェブラリーステークスの名声オペラのみで、クラシックどころか芝の GI を買った馬もいなかった。だが、本馬は2004年の野生賞まで JRA での参戦参勝という、実績に加え、一流とは言えない決闘の安値の馬が、時には1億円以上もの値段がついた。 サンデーサイレンス3区をはじめとする両決馬を次々に任していること、また地方所属のまま、中央競馬クラシック3巻への出走を果たしたことで、人気が高騰することとなった。同年の有馬記念のファン投票では、地方競馬所属の本馬は投票の対象外であるにも、かかわらず、インターネットだけでも7000余りの票を集めた。TBS テレビ、ゾーン。 NHK 札幌放送局、北海道クローズアップ、札幌テレビ放送、コスモバルク物語夢をかける、ドサンコの挑戦といったドキュメンタリー番組でも取り上げられた。同年の宝塚記念に出走した時点での場所である、岡田美佐子が所有する JRA 所属場は、同年4月19日付で、有限会社ビッグレッドファームに名義が変更され、岡田美佐子は、 JRA の場所ではなくなった。しかし、地方競馬所属の所有場については、名義が変更されなかったため、名義変更後を初めての JRA での出走となった。宝塚記念では、これまでの赤、緑格子、赤袖の勝負服ではなく、JRA に登録のない場所の所有場が出走の際使用する、白と悪板の色の染め分け勝負服での出走となった。 その後、本場の場所名義も、ビッグレッドファームに変更されたため、染め分け勝負服での出走は、同年の宝塚記念のみであった。第136回天皇賞では、英新デピューティが外側に車高して4頭の走行を、妨害したとして、膠着処分となったが、これは、その直前にコスモバルクが外側に折れたことが、きっかけだったのではないかという指摘もあった。また、 コスモバルクに前を横切られる形になったカンパニーに、帰乗していた、福永祐一が、毎回やっている。五十嵐さんは、G1 に乗る機種じゃない。福島にでも行っていればいいと安状の五十嵐を、激しく非難するなど、後味の悪い結果となった。ただ、カンパニーが前を横切られたことに関しては、審議の対象にはならず、五十嵐に対する処分は、 制裁としては最も軽い開国にとどまっている。この一件について解説者の柏木周保は、五十嵐富雪騎手が攻められて仕方ない面は確かに、非常に大きいが、左回りで、コスモバルクが出してしまう悪壁に近く、誤方だけを攻めるのは酷な面もある。少し時間が経ったら、旅を越した避難はさすがに慎みたいところはある。やり直してほしいレースなど、それぞれ、 立場を変えれば、ファンの側にしても山のように連続すると述べている。通算成績48戦10勝、2着8回、3着1回、着外29回2004年、同年の中央競馬を盛り上げた功績が称えられ、2000年に地方競馬の所属馬が受賞対象になって、以来初となる特別関東賞を獲得した。 地方競馬全国協会が主催したナーグランプリでは2003年にサラブレッド系2歳最優秀馬2004年に年度代表馬に選ばれたまた2004年から新設された芝のレースで活躍した地方馬に贈られる最優秀ターフ馬の第1号表彰馬となり2006年2007年にも同賞を受賞最初の引退発表後の2010年にも 特別表彰馬として表彰された。北海道競馬においても2004年に3歳以上、部門の年度代表馬賞に選ばれ、2006年には、北海道競馬記者クラブ賞の特別賞を受賞した。その他、東京競馬記者クラブ賞を2004年に受賞している。5代先まで遡っても、祖母の判定に、京都3歳ステークスの勝ち馬でその他、 NHK 杯3着、日本ダービー5着がある総英無敵がいる程度で、先祖に、中央競馬の重賞勝ち馬はおらず、地方競馬の重賞勝ち馬の四大母の半姉の子孫に、アングロアラブ限定重賞であった、北海盃を勝った吉政スーパーがいるだけである。ただ、そういった、活躍場に乏しいメス系ながらも、母伊勢の当初の3区は、多くが勝ち上がっている。 さらには、その3区で、コスモバルクの範囲モートにあたるブルーハピネスからも、兼六園、ジュニアカップを勝ち、兵庫ジュニアグランプリ3着の LA 王者が出ている。母系にプリンスリーギフト系の種ボバが3代続けて、かけられているのが、特徴的である。母の父東証ボーイとひいばばの父北の勝ち時の名が、目を引くが、その間にある祖母の父ビッグディザイアーは、 ライスシャワーで知られる、ユートピア牧場の生産場で、1980年、北海道山菜ステークスの勝ち馬である。1962年秋に、天皇賞を制した名品栗秀の孫にあたる。創生した、名手ボバトライバルチーフの数少ない後継ぎ馬だったが、種ボバとしては、中央競馬で参照した、ステップルートを出した程度に終わっており、 活躍した馬にその地があるのは、本馬の母伊勢の当初のみと言えるほど血統内に、名前を見ることが難しい。この表以前では母系に、ガーさんと、ソロナウェエ、キングスベンチが掛けられており、母系は6代にわたり、内国産が続いている。コスモバルク自身は7代目の内国産ということになる。ありがとうございます。